みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は超絶いいお知らせではない、超絶その逆ですね、超絶悪いお知らせがあります。といってもまあ私事なんですけど、なんとですね、6月に開催予定だった修学旅行がですね、延期になりました。いや、これは拍手ではないんですけど、ですね、修学旅行は6月だったんですけど、今のね、もう東京とかにはもう緊急事態宣言が出てて、でね、千葉ももちろんなんか満員だっけ、まん延防止対策に入っちゃって、もうなんか延期という形になってしまいました。でですね、6月から12月に延期されたわけなんですね。12月ってさ、いかにもさ、ちょっとさ、菌がさ倍増するじゃないですか、寒くて。インフルエンザとかも12月とか1月2月、もう11月ぐらいから流行ってるか。ほんとなんかウイルスにとっては冬が一番活動を元気に活動すると思うんですよね。なのに12月に延期ってさ、やばくない？もう絶対行けなくない？ほんともうそのプリント配られた瞬間、あ、もうこれ行けないなと思って。でもそれが泊まりの場合なんですね。で、泊まらない場合に日光に行くんですよ。栃木の日光、栃木だよね、うん、栃木の日光に行くんですけど、で、日帰りの場合は2学期だから9、10、11、12の間に行きますって言われてるんですけど、そこまではまだ考えてないみたいな感じで、2学期中に行きますよみたいな、行いますよって感じなんですね。で、多分10月ぐらいにもう結構緊急事態宣言はまだ出てたり、まあ、まだというかもう今第4波じゃん、第5波第6波ってね、どんどん続いてて、また出てたり、あとすごい感染者が多かったりすると10月ぐらいにもう12月には行けなくなっちゃうんで、多分行けないかなって感じなんです。もう 80%、90% 行けないんですよ。もうですよ、もう行けないと思うんです。でも行けなかったら行けなかったで、日帰りで千葉県内でどっか行くとはなってるんですね。で、去年の6年生もシーパラに行ってます。シーパラダイス、なんだっけ、なんとかシーパラダイス、そう、鴨シーだ、そうそう、鴨川シーパラダイスに行ってるんですよ、日帰りで。だからまあ水族館ですよね水族館で、でね、なんかそれが去年の6年生が自分たちで決めたらしくて、なんか投票で決まるらしいんですね。でもさすがに行けるところが限られてると思うんですよ。だから公園とかそういう感じかなと思って、さすがにさ、みんながディズニーで投票してもさ、今ディズニーさ人数制限があるわけだし、チケット取れるわけないし、まずそもそも値段が高いしみたいな集金日どうなるんだみたいな集金日どうなるんだみたいな感じ。どこにも行けないけど、私バス楽しみなんですよ。あレク、あ、でも、もしこの状況下で行けたとしても、バスの中多分レクとかなしだと思う。ただなんか映画とか見て終わるんじゃない？映画見るか、景色見ながら4時間だーって感じだろ。絶対つまんないと思って。ほんとさ、コロナ最悪だよね。ほんとコロナ最低だよね。コロナのせいで私太ったんだから。それ関係なくない今。ほんとだ、それは防げたでしょ別に。いや、防げた、すごい防げるわ。だからさ、ほんとさ、コロナのせいで自粛してたじゃん、ずっと家だった時よ、太ってたじゃん。でも太ってない人だっているじゃん、いっぱい。みんな自粛してたよ。いやー、それはさー。ということで、修学旅行が延期、まあもうほぼ中止になったということで、ちょっとみんなに愚痴を言ってしまいました。ということで、わー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 と、はい、悲しいですか？悲しいですよ、そりゃ。だってさ、レク、4時間もレクして、日光とか見て、日光症候群をさ見てさ、なんだっけ、滝見てハイキングして、で疲れて、それでご飯一緒に食べて、
ホテルに行ってカードゲームとかして遊んで寝るって最高じゃん。友達だよ、最高じゃん。それが一切ないということはさ、ねえ、ちょっとねえ、最悪だよね。辛いね。辛いね。ということで、まあ果たして私は修学旅行に行けるのか行けないのか、せめてね日帰りでもいいので日光は行きたいですよね。小学生のすごい憧れじゃん。お土産とか買えるし、1年生の時から楽しみだなと思ってる子もいるはずなんですよ。それが壊されるんですよ。果たして行けるのか行けないのかね。まあ7割中止かなっていう感じかね、このまま行ったら。ね、はい、今の時期で行けないからさ、やっぱ冬なんてもっと行けなくなるんじゃないかなってママ的には思う。思うよね、私も思った。うん、まあでも 100% まだ中止っていう決断はされてないので、まだ望みはちょっとあるけど、はい、まあちょっと中止っていうね、この気持ちの心構えじゃないけどしといた方がいいかもしれないね。はい、はい、ということでね、はい、以上でございます。みんなに愚痴りたいということでたくさん愚痴ってしまって申し訳ございませんでしたということで、それではバイバーイ。